押し州は、キルギスの州。州とは推しで、北から時計回りに、ジャララバード州、ナルイン州、中国の新疆ウイグル自治区、タジキスタン、バトケン州、ウズベキスタンと、それぞれ接する。人口は、フェルガナ盆地の北部に集中している。荒い山地が連なる南部に近づくにつれ標高は、上昇し、トランスアルタイ山地でタジキスタンと国境を接する。 東のナルイン州との境は、おおよそ、フェルガナ山地の尾根にあたる。フェルガナ盆地でナルイン側と合流し、シルガリア側となる、カラダリア川の流域である。オシからタジク国境にかけて、M41 高速道が、州南部を走る。サリタシからは、支線が中国国境のイルケシュタムに通じている。オシから、ウズベキスタンのホドジャーバードに至る道路を、 国境から4キロメートルほど行ったウズベク領にキルギスで唯一の飛び地であるバラク村がある。この村はおシ州のカラスウ地区に属する。おシ州を除く州内には2009年時点で農家とウズゲン、カラスウの山頂及び2つの都市型集落474の村がある。2009年の人口、住宅国勢調査に基づく 総人口は999,576人。このうち82,841人が都市部に、916,735人が地方に住む。キルギス国内のウズベク人は、過半数がこの州に集中している。ウズベク人は、州人口の33%、国内のそれの14.5%を占めている。データは2009年の国勢調査による。 お刺繍は、下記の7地区からなる。ありがとうございます。